セクシーでーす。今回はね、プレステージ9突入後のレベル上げをしてみたっていう動画の後付け実況の方になります。で、今回のプレステージ9の AQ アンロックトークンで運用したね、ショットガンのブルドックをカスタムに組み合わせて、早速ね、やっていきたいと思います。ゲームモードはちょっといつものチームデスマッチの方でね、とレベル上げをしていきたいと思っています。やっぱり一番ね、ゲームモードはチームデスマッチの方がね、プレイ人口が多いんでね、確実にマッチングするんでね。はい、今回はね、チームデスマッチで、マップはテラスになります。うい、頑張るぞい。このテラスはね、自分が COD AW で初めてプレイした時の、初めてマッチングしたね、マップなんでね、結構思い入れがあるマップなんでね、今回はね、マリアンヌで、ショットガンのブルドックフェイスハマーエリートで頑張ってみようと思いまーす。はい、頑張るぞーい。後付け実況なんでね、いつものプレイしながらの実況とは全く感覚が違うんでね、ちょっとまだまだ回数的にね、まだそんなにやってないんで、ちょっとまだ不慣れな点がちょっとあるんで、ちょっとその辺はね、ご容赦ください。今回はね、よっしゃ、1キルじゃん。今回はね、実況なし動画、もう8つほど撮ってて、すべてね、後付け実況をちょっとつけていこうかなと思ってるんでね。で、いつもはね、早めにね、編集して YouTube にアップしたいっていうことで、実況なしの、本当に実況なしの動画としてアップロードしてたんだけども、その方がね、後付け実況する手間が省けるんで、その分早くね、編集&YouTube にね、アップロードできるんだけども、やっぱ後付け実況をつけた方がね、いいんでね。で、後付け実況もちょっと慣れていきたいっていうこともあるんでね、今回からちょっとね、実況なしの動画もね、後付け実況をちょっとつけていこうかと思ってるんで、その動画もよろしくお願いします。このテラスはね、自分ドミネーションで、自分のドミネーション結構っていうか、かなりやるんで、普段からね。で、あと、現在プレステージ9までちょっと今回のプレステージ9回したんだけども、ちょっとなるべく早めにね、プレステージマスターに到達したいと思ってるんだけども、やっぱ一番ね、ドミネーションの方がね、レベルがね、得られる経験値が多いんで、ドミネーションの方がね、成績にもよると思うんだけどね、自分のね、成績ね、キル数とか、あとデス、キルデス、あと、旗の確保と、あと防衛の数にもよると思うんだけど、大体1万ぐらいはね、1試合につき大体1万ぐらいは、経験値得られるんでね、その分、レベル上がるのがちょっと早い、レベル上がるのが早いんでね、チームデスマッチも好きで、ちょっとやっていきたいんだけど、チームデスマッチはやっぱり、ドミネーションと比べると、得られる経験値がとても少ないんでね、多くても7000ぐらいかな、多い時で。で、平均だいたい3、4、4、5、4、5000ぐらいしか経験値得られないんでね、ドミネーションの約半分ぐらいの経験値ぐらいしか得られないんで、やっぱドミネーション、最近ドミネーションをね、もう連続してちょっとやっていってるんで、そんだけランクが上がるのが早いんでね、プレステージ回す頻度が高くなってるんでね。テラスはね、今のこの屋根から上がった方がね、いいんでね、結構敵が向こうに結構いるんでね。
ドミネーションの場合はね、このなんていうのかな、あのレストランっていうかなんかのこの建物の中はいない、なんかあのあんまりね敵プレイヤーがいないんでね、チームデスマッチだったらあそこで結構あのキャンパーしてるんで、キャンパーしてる敵プレイヤー多いんでね、結構あのこの建物の中結構暑いんだけども、ドミネーションだとやっぱりあんまりいないんでね、ね、これチームデスマッチだったらこの建物付近結構多いんでね、ドミネーションがやっぱり自分一番好きでよくプレイしてるんだけども、でこのプレステージ9の前のプレステージ8の AQ&6 トークンではね、エグゾアビリティのトロフィーシステムを AQ&6 トークンでアンロックしたんだけどね、このそのねトロフィーシステムはね、ドミネーションでは本当に必須でね、このトロフィーシステムは敵の放射物エグゾランチャーから2回身を守ってくれるんで、ドミネーションでは必須なんでね、今回はメインウェポンのショットガンのねブルドックを AQ&6 トークンを使ってアンロックしたんだけども、あ、試合が終わっちゃった。お、ランク上がりました。今回はね確かランク4まで上がったのかな。ダブル XP だったらね、その経験値2倍なんでね、レベル8、単純計算でレベル8まで上がってたっていうことなんでね、今回はねマリアンヌでショットガンのブルドックフェイスハマーにエリートにアタッチメントなしで、サブウェポンは SMG の KF5 バリケード、ちょっと追いつかねえなこれ。で、後付け実況の難しさっていうのはそういうとこなんでね、はい、 UAV は渡辺麻友&松井樹里奈というカスタムでね今回やっていきました。なるべく後付け実況をちょっとあまりやりたくないんでね、本当はねちょっと手間かかるんでね、まあ、プレイしながらの実況の方が最初からいいんでね。はい、今回はねプレステージ9突入後のレベル上げをしてみたっていう動画でやっていきました。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。